逃げ出す。 何やってんだ？下バタしやがる。
諦めろ。これ以上消えは生かせない。私が止めてみせよう。みんなで行けば敵が集まってしまいます。そちらは任せていいでしょうか。高い位置狙いはママだ。そうカルメの写真か。次はすげえ悲鳴だな。全員退散だ。ここは敵が多すぎる。各々の会場から離れろ。私のやはり裏切ったな、ベッチ。このままで済むと思うな。勝てない勝負に何の意味がある。ここまで来るはひとまず安全か。ビッグファーザーグレーセ、全員俺の中へ入れ。どうにかここまで逃げてこい。スローを呼び込んでいるのはペロスペロか。奴を倒さねえ限り邪魔は増える一方だな。ここは一旦引くしかねえか。
ママに歯向かった者を逃がすわけにはいかない。麦わらたちを捕らえろ。一旦下がるしかねえか。やったか。これで敵が増えることもねえ。くそ。一度引く。あとは任せるぞ。一度引いた方が良さそう。そこから逃げるつもりか。塞いでやる。くそ。肩こりが動いたぞ。あとは撤退地点を持ちに帰る気か。さっさと引くぞ。
さて、もう一戦だ。俺は一度抜ける。戻るまであとは任せ。よし、これで全員入ったな。出てきたね。はい。そいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いで黒田から離れろ。さっさと抜けるぞ。そいつが勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。この辺でいいだろう。出ろ。お前らとはここまでだ。俺は勝手に逃げさせてもらうぜ。くそ。縦に分かれるぞ。これはクマモを引きつける。それじゃあ
私は追っ手を抑えながら別の道からサニー号に向かうわ。行くよ。では私とチョッパさんは海保からサニー号に向かいますので、気をつけろよみんな。よっ、はあ、助かった、ありがとう。逃げなきゃやべえってのに、てめえら邪魔すんな。なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか。じゃあまずい、こうなったら一か八か。ママ実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。ママは麦わらたちの方に向かったか。今のうちに。誘惑の森、そいつらを止めな。ちょっと、あ、何これ、閉じ込められた。よっ、やった、恨み、今ここで晴らす。苦しいな。それは言っておくぜ。やるしかねえか。
ママからは逃げられない。悪いけど、あんたたちが遊んでる暇はないの。私の全力様子を見に来ただけだった。いいだろう、やる気なら相手になって。覚悟して、結果は見えてる。何をしようと無駄なこと。いくよ。熱くなりすぎた。今は一旦引こう。くそ。
島が甘くないことを教えてやる。これでたとえ出口にたどり着いても抜けられはしない。ペロンズの味を教えてやる。私の全力ストレッ、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 ダメだよ。エレクトリカル。
イグマム、ケーキは俺たちが奪った。取り返してみやがれ。なに、ベイチ、覚悟はできてるんだろうな。これで借りは返したぞ、麦わら。やるぞ、やろうども。ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストで B
ビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。なんちゅう船じゃ、空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか？誰かこの野郎、ルフィ無事なの？まだ船に鏡があるだろ。男部屋とか風呂場とか全部割れ粉々に。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強えやつが目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。